次の曲で最後にしたいと思います。最後は多分日本人が一番よく知っているオペラだと思います。カルメンというオペラがあります。その中で有名なメロディーをメドレー形式にしたものもございます。まあ、ザ・カルメンというタイトルで演奏しております。せっかくなので同窓会の場所ということで一言だけ今日お話ししようと思ってきたことがありまして、私が中学校3年生卒業するとき、卒業式の日ですね、クラスで、お話があって当時池田浩先生が池田先生のお話を聞いて一人一人握手をして花束をお花をお渡しして握手をしながらこう声をかけていただく場面があったんですけれども、池田先生が一番最後に握手していてくださったのが、まあ悪いこと言わないから音楽は趣味にしとけと言いました。本当に心配してくださったんだと思うんですけれども、今日残念ながら、ね、先生欠席されてるんですけれども、ぜひ先生に聞いていただきたいなと思いました。その思いも込めて最後演奏したいと思います。ではカルメンをお聴きください。Thank you.